いつも一人で沖に出船を漕いで沖に出てですね、一人でこう森で魚をこうそこにいる魚たちをこう刺して全部一人でやってるんだけど、なんかこうさっき練習した時はなんか結構大きめの船でみんなで手分けして魚を取る係と船を漕ぐ係さん、そんな頼もしい感じがしました。自民党に殺されるくらいならば無人島で死にたいって言ったね。そういう冗談言うやつたまにいるけど、本当に人は思わなかったな。ペットボトルでできたアホらしい名前の船に寄せ書きをしてくれって言ったね。関わり合うのも正直気が引けたけど、太いペンでこんな風に書いた。どんよりした曇り空でも Don't worry、 俺のメッセージお前に届いたかな。した曇り空でも Don't worry、 根拠もないのに失礼だったかな、はい、直江津から引き潮に流されてロシアの方まで消えてったお前、太平洋から行ったらよかったのに、和歌山とか四国とかどっかから。問題はそういうことじゃなくて、こんなことすること自体が問題。韓国とロシアの捜索隊巻き込んでたくさんの人に迷惑をかけてよ。だけどどんよりした曇り空でも Don't worry、 俺のメッセージお前に届いたかな。どんよりした曇り空でも Don't worry、 根拠もないのに失礼だったかな。読んだら偉そうだったかな。誰もがみんな好きなように下したなら今よりも幸せな世の中になると、黒目がちなお前はそう言ったけど、俺はなんだか少し引っかかる。誰もがみんな好きなように暮らす世界へ、なるほど確かにそいつは素晴らしい世界。けど問題は俺たちがそんな世界ではやってけないことだらしないってこと。まったお前のニュース、深刻な顔で毛布にくるまってる姿、ワイドショーで謝ってるお前の家族、初めて見たけどそっくりなんだね。問題はそういうことじゃなくて、自分がどれだけ周りに迷惑をかけて生きてるのかってことだと思うんだけど、退屈な世間キープする前にね、お前に届いたかな。どんよりした曇り空でもdon't worry、 根拠もないのに失礼だったかな。お前とか呼んだら偉そうだったかな。なあなあなあ、あと、インタビューにジェイズです。